海と日本プロジェクト in 三重県、推進サポーターの木所あゆねです。夏に向けたコラボメニューの完成です。こちらにある龍神丸さんと海と日本プロジェクト in 三重県がコラボして夏にぴったりなメニューを作りました。龍神丸さんといえばカツオ料理ですよね。はい、土佐名物のカツオのわら焼きをお楽しみいただけるお店になっております。カツオのわら焼き、そんな龍神丸さんで、はい、海と日本プロジェクト in 三重県とコラボして作っていただいた一品、はい、ご紹介していただけますか。はい、海と大地からの贈り物です。カツオを中心にいろんなものを食べることのできる料理ですね。はい、特にですね、カツオのたたきは、高タンパク、低脂肪、低糖質な食材です。ビタミン12の含有量は魚の中でもトップクラスで、貧血予防にも期待ができるそうです。はい、あとビタミン C と一緒に摂ることでお肌にも良いとされてます。ダイエットなどにも効果的ですね。そうだと思います。早速海と大地からの贈り物をいただきたいと思います。まずはやはり、はい、こちらのたたきを、ね、いただきたいと思います。いただきます。わらの香りもしますね。はい、とっても香ばしい香りもして美味しいです。 ありがとうございます。このトロと言われている、はい、ハランボですね。ハランボもいただこうと思います。はい、うん、カツオって結構さっぱりしてるイメージだったんですが、はい、とっても脂も乗っていて柔らかくてとっても美味しいです。はい、1匹のカツオから量がそんな取れないので、うん、非常に希少な部位になってます。希少部位いただきました。はい、ありがとうございます。いただきます。初めてカツオとアボカドのマッチしたものを食べたんですけど、はいはい、さっぱり食べられますね。そうですね、相性いいですよね。とっても相性いいと思います。はい、メニューが、はい、テーマが海と大地ということで、はい、つながりました。ありがとうございます。では最後にデザートいただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。いただきます。白あんが甘いので、はい、柑橘のちょっとさっぱりした感じがとってもあって、はい、そうですね、夏にぴったりですね。はい、食べやすいと思います。美味しいです。ありがとうございます。改めまして、はい、今回私たちとコラボしていただいたきっかけを教えていただけますか。はいはい、龍神丸では、豊かな海の恵みに感謝しつつ少しでも海へ返せるよう美味しく食べながら循環型社会の仕組みを考えるきっかけとして海と日本プロジェクトの推進パートナーに登録させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。海の幸をたくさんいただいて私も幸な気分になりました。皆さんもイオンモール2南へお越しの際は龍神丸さんへお立ち寄りください。待ってます。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。